はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。千尋さん役の中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日もね無料10連引かせていただきます。それでね、私はね最終日はもう更新後のタイプセレクション9との日で最後は引かせていただきますよ。それでね、お知らせなんですけど、見てもらったら分かるんですけど、今回の回もプレミアムオーディションガシャ来ておりますが、なんとね今日は今回は3周年で、なんと特別にですね、毎日各セレクションタイプで1回ずつ弾ける、計3回弾けるっていうことなんです。ただね、これ優勝ジュエルじゃないと弾けないんで、私はね今回はねちょっと無料期間中とかで結構今月ねいろいろ弾けてるんで、 SS レアの子結構弾けてるんで、まあ、結構満足してるんで、まあ、今回はね、まあ予算の都合もありますからね、今回は残念ながらね弾かないということで、プレミアムオーディション会社は今回は弾かないということで考えております。ということで、まあ皆さんもね、お財布とかはね無理のない計画を立てて課金する、これがもうこういうゲームでは大事なことになりますから、計画を立てて課金するように皆さんも心がけた方がいいください。ということで、本日も無料10連今日最終日引かせていただきますね。おと前のやつですね。でね、まあ今回も60ガシャから引かせていただきます。今日はケイトのみなんでね、ケイトで一番私欲しいのはうずきかなと思ってます。あとひなたちゃんとかね、欲しいですね。ではね、まず無料の前に60ガシャから引かせていただきます。それでは行きます。はい、白です。行きます。本日の60ガシャは白菊ホタルさんでした。はい、 OK。 それではね、最後の最後の10連です。最後もこの感謝の気持ちを込めて引かせていただきます。運営さん、千尋さん、無料10連ありがとうございました。だこの無料10連で楽しい動画 が毎日投稿できました。ということで、本日も無料10連ありがたく引かせていただきます。それでは行きたいと思います。最後はどういう結果に終わるでしょうか。では行きます。うん、微妙。はい、青です。どうなるでしょうね。では行きたいと思います。はい、 S レア2枚ですね。原田美代ちゃん、さやさん、さくら、ふれちゃん、せいかさん、一人目スレアがピーチウェーブ村松さくら、続きましてあずきねねさん、工藤しのぶ、そして最後がこちら新規です、庭ひとみさんです。で、大歌舞伎娘にはひとみさん、私ね、ひとみさん確かレアだったかな、レアしか持ってなかったよね、ノーマルだったかな、にはひとみさん、まあとにかく1種類しか持ってなかったんで良かったです、これはこれで。
実はね、10連分引くジュエル溜まってるんですよ。ここで使っちゃおうか使わないか、まずでもね、ここで使ったらもったいない気がするけど、まあ無料、あでもこのセレクトが終わった後どういうガシャが来るかね、ちょっとわからないですね。まあいいや、今回はね思い切って無料10連、10連分のジュエルも使っちゃいます。うん、セレクトでね使うとね、惨敗した時は怖いんですけどね。じゃあね、まあそういうことで引かせていただきます。最後10連の方も微妙なロードです。青です。さあこちらも引かせていただきますよ。エスレア3枚です。レナさん、くるみちゃん、さやさん、さえはん、みゆきちゃん、えりか、かんな、一人目エスレアがハッピージーニアス池袋秋葉、続きましてえけむり大作戦桃井あずき、そしてラストが、あ秋葉さんまた来たということで、で以上となりますよ。はい、 OK ということで、最後はこのコーナーでサクッと終わらしたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。本日紹介する女の子はですね、まあ、ちょうどキュートセレクトのタイプセレクトが来ているので、キュートのアイドルからご紹介させていただこうと思います。ですね、本日紹介する女の子はですね、少々お待ちください。はい、本日紹介する女の子は、はい、道明寺かりんちゃんです。かりんちゃんはですね、ね、神社の娘さんで巫女さんです。でもね、よくね転んだりするドジっ子なところがあります。でもそこが可愛いドジっ子巫女さんです。そのねかりんちゃんもね、ね、少しずつですが成長をしていくタイプのアイドルです。皆さんもねかりんちゃんを陰ながら応援してみてはどうでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。それでですね、ね、今日でもう無料10連も終わりましたので、また ね私の動画不定期に戻ります。まあもともとね気まぐれ実況というタイトルなんで、でまたね次の動画はね、またいつになるかはまだ未定です。ですがもしよろしければ更新時はねまた見てくれるかな、いいともっていう感じでお願いいたします。ということで本日の動画以上となります。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。またね私の過去の動画見たことないよっていう方、私のねチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画を見ることもできますので、もしよろしければそちらの方のご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。